1番沖山大吾君。私の方から水道事業についてと観光について大きく2点についてお伺いいたします。7月に雑誌週刊ダイヤモンドの企画で全国の水道事業の健全性を偏差値化しランク付けしたものが発表されました。平成27年度の市区町村の決算書をもとに1水道料金の水準、2水道事業の採算性、これは経常収支比率、料金回収率等で計算しているそうです。3財政力の指数、この3つを計算し偏差値を出し、数値が大きいほど健全、少ないほど不健全というランキング化をしたそうです。さあ我が町はどこかなと探しましたら1219市区町村の中のワースト186位でした。これまでしつこいと思われつつ水道事業は赤字ですが大丈夫ですか、大丈夫ですかと何度も聞いてまいりました。その度大丈夫ですよと歴代の課長がお答えでした。どの数字を使うか、何年度の数字を使うか、計算の仕方をどうするかでいくらでも順位は変わるでしょうから、たかが雑誌の企画ではないかと思うかもしれませんが、全国の市区町村を並べたときにあまり健全ではないと言われるとやはり心配になります。赤字でも財政力があればいくらでも補填できますが、あまり裕福とは思えない八丈町がどこまで補填できるのか心配です。この一般質問を出した後で28年度の決算資料と監査員の審査意見書をいただきましたので、27年度はさておき28年度どうなのかなとよく読みました。そうしましたら赤字だが26年度と比べて27年、28年と年々経営状況は良くなっている、コストダウンや水道料金の回収率など経営努力が結果として現れていると書いてありました。課長が経営は大丈夫ですよというのもそうなのかとうなずけました。しかし厳しいことも書いてありました。28年度は1立方メートルの給水原価が225円70銭かかるのに水道料金は218円で1立方メートルあたり7円30銭損をしていると書いてありました。この差額も年々改善はしているそうで、水道使用量が増えれば固定でかかる費用の割合が下がりますので原価も下がります。単純に水を売るほど赤字が増える、使用量が減れば赤字が減るとはならない、これは数字のマジックだということは分かります。課長がいつもおっしゃる水道の使用量が増えれば赤字が減るのでどんどん水を使ってくださいというのが正しいということも分かります。でも人口が減る中で採算が取れて経営が潤うまで使用量が莫大に増えるというのを期待するのは厳しいと思います。普通は費用より売価が高いもので反対なのは変です。また島中に張り巡らされた給水管の補修費用は多額になり、今後別の費用が増大すると思われます。だからこそ雑誌が全国の市区町村に対して大丈夫ですかと警鐘を鳴らしているのではないでしょうか。ちなみに20立方メートルの水を使ったとき、ランキングワースト1位の町の水道料金は約6000円で、八丈町3000円の2倍、一番健全だと書かれているところは約1000円で八丈の3分の1、東京都は993位で約2500円の料金でした。
そこでお伺いします。1、水道事業は経営的に将来も大丈夫ですか。2、原水を低コストで手に入れると給水原価が下がり経営的に良いと思いますが、ろ過膜を使わずに坂上の水を防衛道路経由で坂下に持ってくるとか、新しい水源を探すとか、原水を低コストで手に入れる方法はないのですか。3、水道料金の値上げは考えていますか。次にフリージャー祭りについてお伺いします。まもなくフリージャーの球根の植え付けの時期かと思いますが、今年の冬が暖冬なのか寒いのか長期予報も当てにならず見当もつきません。今年のまれに見る開花の遅れを踏まえ、何か対策は考えていますでしょうか。またフリージャー祭りは観光客は花をもらえるが、島民は見るだけでメリットがない、花を買いたくても業者が減り手に入らないという声を聞きます。勝手に大量の花を持ち去る花泥棒が毎年出没するという話も聞きます。そこで保温用のビニール掛けの手伝いや咲き終わった花がら摘みなどを一定時間ボランティアで手伝った人には、祭り終了後ある程度の花を差し上げるという仕組みを作ったらどうかと考えます。広報で 2,30 人ぐらいを募集し登録し、お手伝いをお願いしつつ、フリージャー祭り閉幕後最後にお礼のお花をあげますよとすれば、ほとんど費用はかからず、やった方にもメリットがあります。植え付けは料金を払い、きちんとプロにお願いし、やりきれない細かい作業はボランティアさんにお願いするということは考えられないでしょうか。お伺いします。1、天候不順な中でフリージャー祭り期間中に開花させる方策を考えていますか。2、祭り終了後に花をあげる約束でボランティアを活用することは考えられませんか。以上2点お願いいたします。はい、事業課長。それでは、1番沖山恵子議員の水道事業についてのご質問に回答させていただきます。まずこの雑誌のランキングでございますけれども、平成27年度の水道料金、経常収支比率、料金回収率、財政力指数をポイント化し、ランキングにしたということでございますから、水道料金の高騰を抑えるためのためや、欠損金補填のための一般会計繰入金により、ランキングが下位になっている、ランキングが良くなっているという団体もありますので、参考になるかどうか、私の方は疑問がございます。1番目の質問でございますけれども、雑誌のランキングは別にいたしまして、八丈町の水道事業の経営状況につきましては、良好とは言えません。原因といたしましては、水道使用量の低下に伴う、量の方ですね、量の方の低下に伴う収入の減少、老朽化した施設の更新に伴う建設事業費の増加によるものと考えております。このまま水道の使用量が減り続ければですね、施設の更新も続けられなくなる恐れもあります。そうならないよう努力してまいりますので、ご理解をお願いいたします。2番目の質問でございますけれども、新たな水源の確保により取水設備、導水管が完成してしまえば現在よりも低コストになる可能性もございます。ですがですね、今のところは今現在の施設を効率よく動かす努力を優先しておりますので、よろしくお願いいたします。3番目の質問でございますけれども、現状では料金の値上げを考えなければいけない時期ではございます。八丈町の水道料金につきましては27年度で
申しますと、全国的に見ればですね、安くはないというふうに認識しております。また水道使用量が減っている現状ではですね、値上げによるさらなる使用量の減少を考慮しなければなりません。そうなりますと値上げの効果についても期待できない恐れがございます。今後の施設の更新にかかる建設事業を精査いたしまして、料金改定だけでなく、それ以外の資金調達の方法も考えていかなければならないと考えております。以上で回答とさせていただきます。産業環境課主幹それでは、フリージャー祭りの関係につきまして回答させていただきます。まず1番目のフリージャー祭り期間に改革させる方策を考えているかということでございますが、委託事業者である農協と昨年度の反省を踏まえ、協議をしているところでございます。また、農林水産総合センターにも意見交換をさせていただきました。その中でですね、やはり、植え付け時期が重要なポイントになるということをですね、改めて認識したところでございます。そのような中で、今年度につきましては、昨年度より植え付け時期を早めるとともに、例年植え付けにつきましては4日から5日をかけて実施しておりましたが、それを2週間程度の間に3回に分けて実施したいと考えてございます。間隔を空けて植え付けをするということでございます。また植え付け後も委託事業者と連携しまして、祭りの開催時期に合わせて開花できるよう取り組んでまいりたいと考えてございます。次に2番目、ボランティアの活用の関係ですが、現状では保温用のビニール垣につきましては植え付け管理業務の、業務委託の中で実施することになってございます。また摘み取りの受付業務をシルバー人材センターに依頼しておりますが、その中で倒れた花の処理などもお願いしているところでございます。いずれにいたしましても、フリージャー祭りの運営主体は実行委員会となってございます。そのような中でですね、実行委員会の方で協議をしてまいりたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。はい、1番。課長の方からですね、水道の使用量が減っているので、なかなか経営的に厳しいというお話があったんですけれども、先ほど申しました監査員さんの意見書、詳しく読みましたら、27年度より28年度の1人当たりの1日の平均使用量は増えているんです。1人当たりの使用量は増えているのに、全体の量が減っているということは、人口が減っているからなんですね。で、今後、八丈町の人口、どんどん減ることが予測されてますので、今後、ますます使用量は減っていくと想定されます。で、その中でですね、なかなかいろいろ方策を考えるって言いますけれども、やっぱり構造的な問題があると思うんですね。作るより売る方が高いっていうのはどう思うのか、ちょっとそこのところを再質問として、お聞かせ願いたいと思います。フリージャーの植え付け時期に関し、フリージャーに関しましては、今年は植え付けのことを調整してみるということで、大変いいんじゃないかなと思います。あとボランティアさんの活用については実行委員会さんで話し合っていただけるということですが、ぜひ活用の方向でお願いしたいと思います。いろんな方にですね、ボランティアさんでこういうのどうですかって町民の方に聞いてみたんですけれども、手伝いますよっていう方結構いらっしゃいました。いろんなことやってみたらいいと思いますので、ぜひチャレンジしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。作るより売る方が高い水どう思うかについてだけ、ご回答願います。企業課長。はい、課長。再質問の方に、お答えいたします。売る、
水道の売る費用の方が安いということでございますけれども、こちらの基本的な水道の考え方といたしましては、生活用品用水に関しては生活者、普通の住民の方にはですね、基本的にはあまり負担をかけないというのが基本的な考えにはございます。そういう中でもですね、確かに経営的にはそれでもいかないといけないとは思いますけれども、基本的に生活用水はなるべく上げたくないという考えがございますので、ご理解はお願いいたします。ただ全国的にですね、これ八丈の場合がそれほどかなり低価格だということになれば話は別でございますけれども、平均、全国的に平均とかそのくらいでございますので、それから上げて生活に負担をかけるというところが一番懸念しているところでございますので、ご理解をお願いいたします。